南波愛が出演するマクドナルドの新しいテレビ CM めっちゃハワイアンバーガーズ県が7月23日から放映開始されました。マクドナルドといえば今年4月に放送されたチキンマックナゲット15ピースのたっぷり行こうぜ登場県が南波愛にとって初めて3人全員でのグループ出演を果たした CM でした。今回はバーガーの CM で青空の下日本にいながらもめっちゃハワイやんと言いたくなるようなバーガーをそれぞれ頬張る平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの姿が印象的です。今月16日からは前回に引き続きナンバーアイが出演するチキンマックナゲット15ピースの新しいテレビ CM たっぷり行こうぜ海県も放映されています。海辺の車内で語尾にたっぷりをつけるというたっぷりゲームで盛り上がる3人の和気あいあいとした様子が映し出されています。振り返るとナンバーアイは5月11日から放映されているサントリービアボールの CM なんでもありだ乾杯だ県にも出演しています。 CM ソングにはミニアルバムナンバーオーリングに収録されている岸さんプロデュースの曲ノーイエスが起用されました。爽快なサマーチューンに乗せてビアボール片手にバーベキューや映画を楽しむ姿が描かれ仲の良い友人たちと過ごす夏の1コマが切り取られたような CM です。同じくサントリーの商品水の CM キャラクターも平野さんが担当しています。さらに平野さんは2024年に入ってからオシロムアクアロックスワンで UV シンや液体無比 S 無比アルファ EX シリーズといったおなじみの CM を含め合計6社の CM に出演しています。個人としてまたグループとしての出演を通じて CM でナンバーアイの姿を見る機会が増えてきました。そもそも CM は商品やサービスの売り上げや認知度を高めるための施策であり効果が見込める人物を企業は採用する傾向があります。実際平野さんが出演した CM がオンエアされる前後の水の出荷数は前年の約 2.5 倍に達したと報じられました。神宮寺さんや岸さんもそれぞれ雑誌 GQ ジャパン晩餐館ハーパーズバザーで単独表紙を飾ることが発表されると SNS 上で喜びの声があふれ予約が殺到しました。彼らが持つ影響力は明らかです。 CM 出演が決まるたびに話題になるのは多くの人々が注目している証拠であり商品の売り上げが伸びるのは彼らを応援するファンが多いことの証明です。そしてビアボールやマクドナルドの CM からは3人の自然体な魅力が伝わってきます。もちろん CM なのでセリフは用意されていますがその会話は3人が普段から繰り広げていそうな内容ばかりです。彼らの元に近い姿が CM で映し出されているように感じます。キラキラとした笑顔を見せる3人につられて思わず笑みがこぼれ商品自体にも明るいイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。現状グループでのテレビ番組出演は音楽番組がメインとなっています。一方先日平野さんはバラエティ特番 3T41minutes に出演し高得点が出るたびによしと一緒に喜んだり参加者のパフォーマンスについてユーモアを交えて的確にコメントしたりと自らも楽しみながら番組 MC という大役をこなしていました。音楽番組ではキレキレのパフォーマンスで魅了しそれ以外では親しみやすいキャラクターを見せることで飾らない人柄とスター性を兼ね備えたナンバーアイの魅力がお茶の間に広まっているように感じます。 CM を含めこうした彼らの自然体な姿をこれからもたっぷり届けてほしいですね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いします。